はいどうも。今日はですね、とりあえず正面に見えてるフック早速壊させていただきますね。今日のデイリーリチュアル、フック2本壊すなんで、フック2本壊さないことには僕にお金がもらえないので、お金が欲しいので、とりあえずこれをまずぶっ壊して、ぶっ壊し次第すぐ逃げます。うわーで、今日のパーク構成ですけれども、リーダー有能の証明、絆という、ほぼドワイトです。これフェミに見えるけど、ドワイトです、実は。これ。あ、ちょっと信用してるな。まあ、ドワイトのパークが全体的に仲間と一緒に行動していればいるほど、みんなが強くなるという、ちょっと地下降りるか。パークで、リーダーというのが自分の周りにいる味方のスピード、作業スピードが上がる。で、有能の証明っていうのが周りに人がいればいるほど自分の作業スピードが上がるというパークなので、たくさんで行動すればするほどみんなが強いという。で、今はねとりあえず発電機をどれだけ高速で直せるかみたいな世界なので、このパーク実は強いんじゃないかなと。じゃあドワイトできたらええやんって話やねんけど、ドワイトって可愛くないじゃないですか。そしてフェンミンは可愛いじゃないですか。つまりそういうことです。うん、ここのフックも壊すか。ここ壊したら今日の出入り終わり。もう帰ろ。早速ここを壊して。でも全然味方折れへんな。あ、おった。あ、じゃあここのフック寸止めしとくか。ギリギリで止めといて。ごめんごめん。ギリギリで止めとかんと、ここ壊したら場所バレちゃうかもしれへんからねって思ったら、最後の最後にスキルチェック来たわ。すまん。場所バラしてもうた。ごめんな。ここの場所バレてるかもしれへん。でもあまり気にせんといてな。いやでもさすがに早いですね、リーダーと有能の証明。向こうにも一人いるし、ここ直り次第向こう側に移動しようかなっていう感じかな。そうか。いいよ、全然怒ってない。私も隣で場所バラしちゃったしね。ダウン取られたか。弱音はなしだのつけてる人やね。弱音はなしだってこれがあんねんな。鬼にバレたら集中狙いされるからな。一発殴るだけでダウン取れる相手やから。あー、向こう直してた人も、あれ、ジェイクかな、シルエット。行っちゃうよね、そりゃ、救助に。どうしよっかな、ここの、ん、じゃあここ壊すわ、じゃあ。早速やけど、ここ壊すね。イエーイ!で、鬼やねんけれども、あ、やべ、がっつり視界に入ってもた。うわ、どうしよう。あ、救助されたよ、救助されたよ。早く行った方がいいんちゃう、救助されたよ。あ、ほんまに行った。今回は仲間と一緒にいるほど強いパークつけてきてるから、みんなと一緒に行動して友情を再確認するプレイです。でも誰かが犠牲になってもらうときは、それは早速もう僕は差し出す姿勢です。誰かが犠牲になってくれるというのであれば断る理由がないです。うわー、頑張ってるなー。まあなー、弱音はなしだわ。でもそうなるよなー、やられがちやよな。あの人もこのパークあまり強くないなっていうことに早く気づいてほしいな。ああ、ごめん。ごめんやけど今のは、あそこに釣られた以上、これ以上修理してたらやばいから離れようと思ったタイミングでスキルチェック重なったやつやから。しゃあない。ああ、見つかった。どうしようかな。どうしようかな。ああ、フランクリン持ってた。工具箱落とした。よかった、フック2本壊しといて。もう今日の出入り終わり。さあどうする。これ救助来たけどまだ追うか。あ、追えへんな。やっぱりもう2回釣ってる。あの人を狙うね。ほんならええわ。ここちょっと治りかけてるし、無理やり直しちゃおう。誰が追われてんやろ。ん、なんか違う人追われてるかな、あれ。まあ、どっちにしろええわ。離れていってくれるのであれば。ここ直しきってしまって、そっから先自分の怪我について考え直すわ。痛ーい!めっちゃ痛い!あれ、チェイスしてんのかな?ほんなら、ぐるっと回り込んで向こう側の発電機を。あれ、チェイスしてる人って弱音はなしだの人かな?ということは、あと一回釣られたら死ぬ人?ほんなら私釣られてないし、ヘイト取ってあげた方がいいんかな?嫌や!やっぱ嫌や!
今気づいたけど死にたくないわ。死にたくないし、フックに釣られることもしたくないわ。じゃあとりあえずこの辺で発電機探して、誰もおれへんな、人おったらと思ったけど全然おれへん。手伝いたい、みんなで作業したい。あーやー、じゃあもうここ開けます、ここ開けることにします。あー可愛くない。どうもうフェミンちゃんがなんか始めるとき一瞬めっちゃ可愛くない顔してることに気づいてほしい。ここを開けきってしまって、もう一個のゲートあっち側やったよな。追われてる人どうなったかな、死んだかな。一応向こう側のゲートも見に行く。あれ、え、来てない。あー来てる、しかも何やったらちょっと怒ってる。うー怖い怖い。あーゲートの方見に行ったか。え、ちょっと待って、ちょっと待って、こうなったらわしどうやってゲートに入ったらいいの。こんにちは、ひー、怒ってる、お、怒ってる。まあ、窓枠を挟んでしまえばあいつはチェーンソー攻撃ができなくなるとはいえ、うん、どうしよう、これゲートに入ろうとしたら怒ってる、くるよね、やっぱりチェーンソー振り回してくるよね。うん、どうしよう、うん、どうしよう。じゃあ向こう側のゲートに行っちゃおっかな、ゲートは一つじゃないしねー、と思わせて。あ、これはいけた、これは間に合うろ。やっぱ読み合いになったらね、こうなってしまったらさすがにサバイバー有利やね。なんかさっくり終わったな、あんまりリーダー感が出てない試合やった気がする。もっとリーダー善とした振る舞いがしたい。あ、みんな出れたっぽいね、よかったよかった。というわけでもう一試合やろうと思います。おーっと、近くにいきなり人がおるね、これは合流したいですね。ほんならこれでも直す、音聞いて、音、そう、みんな集まってきて、あ、みんな集まってきた、いいですね。あー、ルインか、ルインやけどレベル1やね、これレベル1やから2人にしか作動してないので僕にはどうやら、あ、うん、いいよ、気にせんといて、怒ってないよ、全然怒ってないから。そうか、このネアには発動してんのか、メグには発動してないっぽいな。どうした、なんでそんなそっち側行くん、マイケルでもおった、マイケルおった、マイケルおった、もうはよ言うてや、はよ言うてやって、お前言うてはないけど体で示してたけど、マイケル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 みたいな動きしとったもんな。マイケルでもおったんかなと思って後ろ向いてもおったもん。棚とか、でも棚ともレベル低いね。これぐらいやったら全然気にせず修理続けれそうやな。あの人小屋使って頑張ってるな。まあ、この場所はバレへんやろ、大丈夫大丈夫、多分修理の音も届いてないし、この距離どっか行ったな。じゃあまあとりあえずこれだけ直しきってしまうか。でも有能もリーダーも行けへんから、できれば早く誰かのところ行きたい。よっしゃ、もうすぐ治るな。ここを直して、発電機そこにあるけど誰もおらんな。いや、これ人がいるとこを探そう。あー、ほら、おったおったおった、誰かが直してるとこ。ヤッホー、リーダーが来たよ。リーダーをお探しかな、もしかして。そうですか。いや、大丈夫です。じゃあ、あっち行こう。リーダーを、お探しかな？あ、この人リーダーをお探しや。じゃあ、手伝うよ。あれは、あ、とても詳しいのかな。いや、さすがに、リーダーと有能両方ついてたら、二人揃うだけで早いね。あ、さらに一人来た。これはめっちゃ早いけど、あれ？どっか行った。治りかけやから、次の方行こうって感じかな。じゃあ、あの人の後を追いかけよう。とにかく誰かと行動したい。今ネアは救出に向かったかな、あれは。ほんなら向こう側のそれにしますか。直そう直そう、あと2個やからね。これを直しきってしまえばかなり話が早い。さて、釣られてるけれども、あの場所からここ来るかな。
え、どうしたん？あ、救助行ったんか。びっくりした。マイケル見つけたんかと思った。マイケル来てるやんか。なんやねん、来てるやんけ。あ、やめてくれ。やめて。ああ、なんやねん、予感ついてんのか言えよ。私予感ついてるけどマイケルおったでって言えよ、立ち去る前に。もう、まあええわ。あっこに一人吊るしてからこっちまで見に来たってことはキャンパーではないということやから、まあまあ助かるチャンスもあるやろ、助かるチャンスもあるやろし、服がえらい絡まってる。こんな絡まり方するか、カーディガンが。何々、何がどうなってんのこれ。内臓がはみ出てるようにしか見えへんねんけど。誰が追われてんねやろ。全員バラバラの動きしてるけど、まあさすがに救助来てくれるでしょ。右側から、いや左からも来たな。いやあれ右側もしかして追われてる動きか。とりあえずでもこっちの方には戻ってきてないっぽいな。しかもレベルも下がった。ドワイトありがとう。ほんならこの隙にちょっと離れて、とりあえずセルフケアだけしちゃいましょう。戻ってきてないかな。あ、ここ索敵パークついてなかったら警戒しても結局わからんしな。とりあえずパパッとこれで直してしまおう。はあ、お腹痛い、お腹痛い。よっしゃ、背中切られたはずやけどお腹痛い。ヤッホー、リーダーが来たよ。ここででもこれ直りかけてるな。誰か他一つ直したりしてないかな。じゃあ、お、いいですね、素晴らしい。あの人追われてんのかな。じゃあ私のリーダー力をこう、トーテムを壊すのも早くなり、さらに、あれどっか行った。え、マイケル、マイケル、もう私の作業全部邪魔してくる、あのマイケル。どうしようかな。向こう側のゲート行こうか。もうしゃあない、あっち側のゲートと通っても諦めるわ。すっごいロッカーに入ってる人いる。お、これは開いたな。よし、早くして、早くして、マイケル来んねん、早くして。あ、来てる来てる来てる。とりあえず出ちゃおうか。じゃあもう痛い。オッケー、なら残った人らもまあ出れたんじゃないかなって思うけど。お、あ、スプリントバスター、そうしる。これは出れたな。めっちゃ後ろを警戒しながら、さあ、ねやけど、あー、なるほど、レベル3がレベル2に下がるまで待ってんのかな。心音が消えるか、レベルが下がるまで待ってるけど、心音消えたっぽいね。これはいけるんじゃない。いけるでしょ。なんかネアも協力型の動きしてるなと思ったけど、ネアもボンドつけとったんやね。やっぱボンド強いですね。はーい、みんな全員脱出ということで、リーダーのおかげで全員脱出ということで、おめでとうございます。打ち上げに行きましょう。